アクアチャンネルのザッキーです。今回は新型スペーシアカスタム専用の当店のオリジナル商品、車種別カット済みカーボンシートを紹介します。自動車の内外装のカスタムでカーボンシートを使ったカスタムがありますが、こちらはですね、場合によっては部品を外したり、それからヒートガンなどで温めて切ったり巻いたりとなかなか大変な作業になりますよね。やってみたいけどなかなか手が出せないという方も多いのではないでしょうか。今回紹介します、この車種別カット済みカーボンシート。カット済みですので、貼る場所の形状にあらかじめカットした商品になっています。したがって、部品などは基本的に外さなくてもそのままの状態で貼り込みができる。そういった商品になります。今回はスペーシアカスタム専用、そして車内内装の商品を紹介します。この車種別カット済みシート、シートバリエーションが選べるのも特徴になっています。このシートバリエーション、今回はですね、その中からグロスブラックカーボンシートを使って紹介します。一部レッドシートも使った差し色のカスタムも紹介します。それからこの動画では実際の貼り方ですね。カット済みシートをどうやって貼るのか、またはご購入いただいて DIY で貼る際の参考ともなりますので、エンディングの後にこの貼り方の解説も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、そのカット済みシートなんですが、サンプルを紹介したいと思います。例えば新型スペーシアカスタムのパワーウィンドウスイッチパネル、こちら運転席になりますが、この部分ですね、樹脂のパネルのまま、特に塗装がされている状態でもなく、ピアノブラックでもない状態ですよね。少し寂しいなというところです。こういったところにカスタムできるようにあらかじめカットしたカーボンシート。これがグロスブラックカーボンシートになりますが、見てお分かりかと思います。はい。この形状にカットしていますね。スイッチの部分もこのように四角くカットしていて、その上の部分もすべてこのように切り抜いてあります。さらに全体の形状、こちらも合うようにカットしています。それから、側面部分もありますので、この部分は一枚で貼るととても難しくなりますが、側面部分は分割することによって貼りやすくしています。さらにこの部分もですね、これもパーツに組み込まれていますが、こういった状態で運転席のパワーウィンドウスイッチパネルがこのように貼り込みできると。これがカット済みシートになります。こちらの商品は助手席側も入って1台分になりますが、こういった樹脂のパネルの部分をカスタムしたりですとか、カット済みシートを使って傷防止ができる商品もあります。例えば前の動画でプロテクションフィルムの商品を紹介しましたが、この部分にですね、透明タイプのプロテクションフィルムを貼り込みした紹介の動画になっていました。例えばこの部分ですね、ドアステップ傷防止シートとしてプロテクションフィルムと同じような形状ですが、こちらはグロスブラックカーボンシートになりますが、このように透明ではなくて、プロテクションフィルムのように表面についた傷、自己修復機能はありませんが、カーボン調などのシートによって、この部分を傷防止ができる。見た目もカーボン調で傷防止も兼ねていると、そういったような商品のラインナップもあります。ですからこれ以外にも、ステップパネルですね。ですとか、キックパネル。こういったところ、傷防止シートのラインナップがあります。それから、ドアですね。乗り降りの際にどうしてもここもそうですが、足が当たりやすくなる。ドアも全開開いていれば何のストレスもありませんが、通常ですともっと狭い状態ですから、狭い部分で足が通過しますので、ここに足をぶつけやすくなります。ですので、このドアパネルの部分も保護できるように、こういったドアパネル傷防止シート。この形状は、ここに養生がされていますが、こういったように、スペーシアカスタムのドアの内張りの形状に合わせてカットしています。二分割に作っていますが、この部分ともう一つこちらに分割でありますが、立体的になっていますね。この部分に一枚、そしてもう一枚と分割で貼りやすくしてあります。こういったカット済みシート、新型スペーシアカスタム用にたくさんの商品を発売しましたので、一つずつ紹介していきます。さあ、貼り込みが完了しましたので、一つずつ紹介していきます。まずは全体をご覧になっていただきます。
さあ、全体をご覧になっていただきましたが、いかがでしょうか。だいぶ雰囲気が違うと思います。ドアなどはこういったようにかなりスポーティーな印象になっていますよね。今回シートバリエーションはすべてグロスブラックカーボンシートで張り込みしています。そして、例えばエンブレム、ここ一部ですが、こういったプリントタイプのライン入りのバージョン。それからドアパネル傷防止シートですとか、ドアステップ傷防止シートには、このようにロゴ入りタイプを張り込みしています。それでは商品を一つずつ紹介していきます。まずは傷防止ができる商品。こちらを紹介していきます。一つはこちら、ドアパネル傷防止シート。運転席、それから助手席のドアの内張りの下側にこのように張り込みできるようにカットした商品になります。はい、このように広範囲に張り込みできますので、乗り降りの際のこういったところへの靴のダメージですね、それを防いでくれます。このロゴ入りタイプも選択できますが、通常のこのロゴがないタイプ、スタンダードのタイプも選択できます。こちらは左右で1台分のセットになります。それから同じく傷防止の商品ですね。一つはロゴが入っている商品。こちらはドアステップ傷防止シートになります。こちらも同様にロゴありのタイプとロゴなしのタイプが選択できます。こちらはですね、プロテクションフィルムでも紹介した部分になりますね。同じようにこの角を保護してくれますので、乗り降りの際のダメージを防いでくれます。はい、そしてもう一つがこちら、フロントステップパネル傷防止シートになります。こちらは樹脂のパネルの部分ですね。そこをこのように覆うようにカットした商品になります。分割で作っていますので貼りやすくなっています。それぞれ左右で1台分のセットです。同じように傷防止の商品はこちら、キックパネル傷防止シートです。はい、もう一点、ボンネットオープナー。このレバーのところにですね、貼り込みしている、こちらはボンネットオープナーシートになります。商品は別々になっています。キックパネル傷防止シートは、このようにキックパネル部分に貼り込みするシートになります。こちらも知らず知らずのうちにですね、足が当たっていて汚れてしまうような場所にもなります。そういったことからパネル全体を保護できる商品になります。こちらは運転席側で、こちらが助手席側になります。こういったところ、発煙筒のベース部分ですとか逃げるように作っていますので、とても張り込みしやすくなっています。はい、そしてこちらが中央になりますね。センターインストルメントパネル傷防止シートになります。ここは特に足が当たってしまう部分をメインにこのように張り込みできるようになります。クリップのところはもちろん逃げています。はい、フロアから立ち上がってすぐのところですね。このようにウォークスルーにもなっていますので、中央を通過する際に足が当たってしまっても安心なようにこの部分にもカットして張り込みしやすいように作っています。もちろん、助手席側からの部分もこのようになっています。はい、このあたりの傷防止シートですね。傷やそれから汚れ、気になるところですが、この樹脂パネルですね、こういった細かい模様、シボと呼ばれるデコボコした状態になっている部分になりますが、こういったところの目に詰まった汚れ、なかなか皆さん落ちにくいですよね。ですが、こういったようにカット済みのシートを張り込みしておけば、こういったマイクロファイバークロスなどで水拭きすると簡単に汚れを落とすことができます。こちらも傷防止の商品になりますが、シートベルトバックル傷防止シートになります。新型スペーシアカスタム、停車時はですね、バックルがこの位置にありますので、下側のパネルと上側のパネルのこの部分までカットして保護できるようにしています。このようにして、不意にバックル、手から離れてしまって当たってもパネルに傷がつかないように保護できるようになります。はい、今回ですね、傷防止シートを各種、こういったようにグロスブラックカーボンシートで紹介させていただいていますが、この傷防止シートと名称のついているものはですね、よりシート表面が丈夫で粘着も強いブラックカーボンシートがおすすめになっています。さあ、では続いてはですね、張り込みすることによって印象を大きく変えられるカスタム要素の強い部分ですね。そういった部分を紹介しますが、もちろん張り込みすることによって傷防止もできるようになっています。ではドアから紹介していきます。まずは上からいきます。こちらインナードアミラーパネルシートになります。ここにこういった樹脂パネルが
装着されているんですが、その表面にですね、カットして張り込みしやすくしたものがこちらになります。ですので、この後紹介していく商品はすべて部品を取り外さずに張り込みができるようになっているものになります。こちらは左右で1台分のセットになります。はい、続いてその下側になりますが、ここはですね、ザッキーもお気に入りポイントになっています。このグロスブラックカーボンシートの良さが出ますね。立体的なところに張り込みすると、ツヤありのカーボン調でとてもかっこいいです。さあ、こちらはですね、複数の商品を張り込みしている状態になります。その一つずつを紹介していきますが、まずはインナードアハンドルからいきます。インナードアハンドルのこの中ですね、インナードアハンドルカバーシートになります。ここは開け閉めの時に指を入れるとどうしても傷がつきやすくなりますね。それを防ぐ目的もあります。それからこちら、インナードアハンドルシートです。このハンドル部分に張り込みしています。表面に張り込みしますので、とても簡単に貼れます。ですから、こういったようにですね、見る角度を変えると、メッキは見えるようになるんですが、この状態から見ると、カーボン調ですね。かっこいいです。はい、続いては、インナードアハンドルベゼルシート。それはこちらの部分になります。商品画像も出ているので、わかりやすいかと思いますが、この部分に張り込みができるシートになっています。はい、ご覧になっていただいているようにですね、ツイーターのこういったグリルの部分ですとか、インナードアハンドルのこの部分、切り抜きですね、カットしています。全体の形状もカットしていますので、何も外さず、このままの状態で上から張り込みができる、そういった商品になっています。はい、そしてその周りにあります大きな部分ですね、この部分。こちらがドアインテリアパネルシートになります。ここはもともとスペーシアカスタムは、ボルドーのようなカラーを採用したパネルになっていますが、ちょっとザッキーはあのカラーがどうしても苦手ですので、大きなシートになってしまいますが、今回このように作っています。ぜひカーボン調、それからここピアノブラックになっていますので、ピアノブラックシートで張り込みするというのもいいですね。そういったシートバリエーションを変えて、お好みのアレンジができるのもこのカット済みシートの特徴です。はい、続いてはこちらですね。まずは、この大きな部分ですね。こちらがパワーウィンドウスイッチパネルシートになります。そのまま複数の商品になりますので、すべて紹介しますが、もう一つこちらはパワーウィンドウスイッチシートになります。ここは別々の商品です。ここはどうしても操作するときに指が入りますので、傷がつきやすいところになります。はい、そしてもう一つがこちらです。インナードアグリップシート。こちらはこの中、この底の部分と、それからこの側面部分。こちらに張り込みができるシートです。ここもドアを開け閉めする際、ここを持ちますが、特にこの側面部分ですね、爪が当たって傷がつきやすくなりますので、こういった形で傷防止も兼ねた商品になります。パワーウィンドウスイッチの部分はですね、樹脂パネルになっていましたので、少し寂しい状態ですが、こういったようにカット済みのシートを張り込みすると、だいぶ印象が変わりますよね。こちらもシートバリエーションを変えることによっていろいろなカスタムができます。今紹介しましたこのドアの部分はすべて左右で1台分のセットとなります。続いてはステアリングになります。ステアリングもこちら複数の商品を張り込みした状態になります。全体的に見るとこういった状態ですね。すべてグロスブラックカーボンシートです。ここもザッキーおすすめのポイントですね。さあでは、商品の詳細になりますが、まずはステアリングスイッチシート。これはですね、このスイッチの上に張り込みができるシートになります。カット済みで、この表記部分も切り抜いてありますので、貼るだけでこの状態になります。特にこの表記部分、例えばハンドメイドで、いわゆるラッピングをしようとするとなかなか大変ですね。外周などはなんとかなったとしても、この表記部分はなかなかご自身では難しいと思います。それがこのようにきちんと抜けるようにあらかじめカットしています。はい、それからステアリングスイッチパネルシート。これはスイッチの周りにあるこちらのパネルになりますが、この部分とこのホームボタンの上側もこのようにつながるようにカットして分割で作っています。左側のスイッチの周りからさらにこの下側ですね。はい、こういったようにぐるっと張り込みできるようになっています。
はい、そのまま下を見ますとスポーク部分になりますが、こちらはステアリングパネルシートになります。こちらも分割で作っていますので張り込みしやすくなっています。はい、そして中央の保温ボタンになりますが、こちらはステアリングエンブレムパネルシートになります。こちらも表示部分ですね、エアバッグですとかクラクションのマーク、もちろん切り抜いてあります。そしてここですね、くぼみになっていますので、このように落ち込んだデザインになっていますので、この部分で分割しています。二分割で作って張り込みしやすくしています。はい、それから今回新たに作成しましたこちらステアリングエンブレムですが、ライン入りです。今撮影のために照明を当てていますので、かなり朱色っぽく映っていますが、実際はですね、照明を消すとこういった状態になって、さらにもう少し鮮やかな赤になります。露出の関係でどうしても朱色になってしまいますが、鮮やかな赤になります。さあ、このエンブレムの部分ですが、こちらはですね、カット済みのシートでのラインナップはございません。このライン入り、それからラインのなしのタイプもありますが、それぞれがステアリングエンブレムラッピングとして店舗施工限定になります。ですからご注文いただくと、ご来店いただいて施工になりますので、ご了承ください。では続いてインパネ部になります。運転席側の方から紹介しますと、まずこちらですね、複数の商品になっていますが、まず一つはドアと一緒ですね、ボルドーのカラーを使っていたパネルですね。この部分に張り込みしているのがダッシュインテリアパネルシートになります。はい、ご覧のようにグロスブラックカーボンシート張り込みしてますので、パネル全体がカーボン調になった状態になります。はい、それからこちらエアコン部分になりますが、2つの商品になります。1つはエアコンダクトパネルシート、パネルシートはこの中の部分ですね、ダイヤルがついている部分になります。この樹脂の部分に張り込みしています。そしてもう1つがその周りですね、スペーシアカスタムはピアノブラックになっている部分ですが、こちらがエアコンダクトパネルガーニッシュシートになります。ですので、これでこの部分は3つの商品が張り込みされている状態になります。エアコンダクトパネルシートはこのようにダイヤルの部分ですか、表示部分ですね、このようにカットしています。もちろんこのダクトの周りもですね。そして全体的なこの形状もカット済みですので、こういったガーニッシュなど外してみません。このままの状態で張り込みができます。もちろんこのダッシュインテリアパネルシートもこのパネル装着した状態で張り込みができるようになっています。同じようにこちらが助手席側になります。それぞれ左右で1台分のセットになります。助手席側ですね、このようにパネルの下側にもきちんと張り込みできるようになっています。グロスブラックカーボンシートですので、もうこの下の USB のパネルの蓋がもう映ってますね。こういった状態になります。はい、続いてはメーターパネルシートになります。いわゆるメーターフードの部分に張り込みができるカット済みのシートです。はい、こういった小物入れの部分もこの部分を張り込みしていますので、傷防止も兼ねています。分割で作っていますので張り込みしやすくなっています。もちろんパネルは取り外さなくても張り込みができます。今ですね、この部分樹脂が見えていますが、ここですね、ここはですね、メーターパネルラインシートとして別にあります。こちらはこの後このカーボン調のシートではなくてカラーシート、その中からレッドシートを使って張り込みしてみたいなと思いますので、そちらはまたグロスブラックカーボンシートの商品の紹介の後にご紹介します。さあ、その隣ですね、こちらがディスプレイオーディオパネルシートになります。文字通りディスプレイオーディオパネルに張り込みするシートになります。そしてこの表面とこちらの縁の部分、ここはシート分けていますので張り込みしやすくなっています。それからこちらはまた別な商品になります。まず一つがビュースイッチシート、これ別商品です。その下ハザードスイッチシート、それぞれスイッチの上に張り込みができるようにカットした商品になります。はい、続いてはシフト周りになりますが、まずはこちら USB シートです。こちらも手軽に上からペタッと張り込みができて、このようにイメージが変えられる商品ですね。同じ樹脂のパーツになりますので、貼ってない場合は同色ですから分かりにくいんですが、
カーボン調にもできますし、カラーシートも張り込みできますので、お好みのシートを使ってアレンジしていただければと思います。同じようにですね、こちらに USB のポートがまた備わっていますが、こちらは USB 電源シートになります。こちらは2箇所分で1台分になります。はい、こういったようにですね、先ほどもそうですが、表示部分カット。こちらはポート部分がきちんとカットしていますので、機能の妨げにはなっていません。はい、続いてはエアコンに行きますが、エアコンパネルシートです。エアコンパネルシートはちょうどこの部分でシフトと分離する境になりますが、この部分で一式で1台分になります。ですからこの縁の部分から表示部分の下のガーニッシュ、そしてこの枠ですね。さらにこのスイッチの上すべて、これらが入って1台分になります。こちらもステアリングスイッチシートと同様にですね、表示部分はすべてこのようにカットして切り抜いています。それ以外にもインジケーターですね。点灯する部分になりますが、インジケーターの部分も塞がないようにカットしています。かなり印象が変わりますね。その隣はシフトになりますが、一つはシフトインジケーターシート。このインジケーターのパネルに貼り込みができるシートです。これで一つの商品。それからその周り、これがシフトパネルシートになります。はい、こういった状態になります。さらにこの部分ですね、ブレーキホールドのスイッチとパーキングブレーキのレバースイッチがあります。ここはそれぞれの商品になります。そしてもう一つがこのパーキングスイッチの傷防止シート。それらをすべて貼り込みした状態がこの状態になります。続いてはこちらです。グローブボックスとその上にトレイがありますが、まずはダッシュトレイシートです。このトレイ部分ですね。この部分に貼り込みしています。この続きで、こちらの助手席側のカップホルダー。この表面部分にも貼り込みできるように、これで1台分のセットになります。こういった立体的に溝がある形状になっていますが、貼り込みしやすいように分割で作っています。はい、その下、こちらがグローブボックスシートです。広範囲になっているので、このグロスブラックカーボンシートがとてもスポーティーになりますね。はい、カット済みですから、このままの状態で貼り込みができます。グローブボックスは簡単に取り外すことができると思いますので、外して作業するのも貼りやすくなります。こちらは、この部分ですね、オープナーの部分、別にカットしていますので、この表面に貼り込みができるようになっています。それから開け閉めの時にどうしてもここに爪が当たってしまいやすいので傷防止のフラップ、これをつけています。はい、それからちょっとした商品になりますが、プッシュスタートボタン、こちらがですね、複数の商品構成になっています。そのうち今この部分メッキが見えていますが、このメッキの部分に貼り込みできるものもあるんですが、今回ですね、この後レッドシートで紹介しますので、ブラックカーボンシート貼り込みしていない状態になります。ですから3つの商品に分かれていますね。プッシュスタートボタンシート、プッシュスタートボタンベゼルシート、プッシュスタートボタンメッキベゼルシート、この3つの商品がプッシュスタートボタンの部分にはあります。それからこちらですね、給油口を開ける際のオープナー、フューエルリットオープナーシートになります。さあ、商品をすべてグロスブラックカーボンシートで1つずつ紹介しましたが、この後はですね、レッドシートを使って、このグロスブラックカーボンシートはそのままに、レッドシートを使ったアレンジで、こちら差し色カスタムになりますね。こういったものも紹介します。貼り込みするところはですね、こういったところまだ紹介してない部分があるんですが、この部分ですとか、ステアリングでいきますと、このシルバーのところですね、ガーニッシュ、スイッチの部分ですね、こういったところにさらに商品ラインナップがありますので、ここをカラーシートであります、レッドシートで紹介したいと思います。はい、ということでレッドシートを貼り込みした状態になりました。はい、このように全体的にご覧になっていただいておりますが、鮮やかな赤色が差し色として入っている状態になります。貼り込みした部分ですね、まずはこちらエアコンダクトの部分になりますが、エアコンベンチレーターシートになります。この赤色の部分がその商品となります。もともとメッキになっていた部分ですね。ここに貼り込みをしています。こういったようにシートバリエーションを変えて貼り込みできるようになっています。ベンチレーターシートは運転席、それからセンター、ディスプレイオーディオの隣ですね。
そして助手席側に2つありますが、はい、これで合計4箇所で1台分になります。レッドシートですがブルーシートもありますし、ピアノブラックシートもおすすめですね。はい、それからもう一つはメーターパネルラインシートになります。はい、こういったようにメーターパネルの部分に正面部分ですね、カット済みでこういった形状になっていますので自然に張り込みすることができます。こういった R の部分ですね、伸ばして曲げて貼るという貼り方ではありませんので、太さが均一に貼れるのが特徴です。はい、レッドシートで張り込みしていますが、こちらグロスブラックカーボンシートですので、このメーターパネルラインシートもグロスブラックカーボンシートで張り込みすると全体的にグロスブラックカーボンの状態になります。はい、続いてはステアリング部分、こちらは2つの商品を張り込みしています。1つはこちらですね、ステアリングパネルラインシートになります。グロスブラックカーボンシートとのコンビネーションになりますね。とてもかっこいいです。それからこちらはステアリングスイッチガーニッシュシート、先ほどシルバーになっていた部分ですね、そちらに張り込みしています。もちろんこちらもカット済みですので、このままの状態で張り込みができます。そして最後にこちらですね、プッシュスタートボタンメッキベゼルシートになります。メッキの部分に張り込みしています。3つの商品構成に分かれるという話をしましたが、一番外側の部分ですね、そこに張り込みをしています。ですから組み合わせ方変えることもできます。メッキの部分をピアノブラックシートですとか、同じくグロスブラックカーボンシートにして、この真ん中の丸の部分ですね、プッシュスタートボタンベゼルシートの方をレッドシートにしたりブルーシートにしたり、そういった組み合わせ自由自在です。はい、今回の動画、新型スペーシアカスタム専用の車種別カット済みカーボンシートの紹介でした。いかがだったでしょうか。今回はですね、グロスブラックカーボンシートとそれから一部レッドシートで紹介しましたが、お好みの場所にお好みのシートバリエーションでカスタムできるようになっています。組み合わせ、それから貼る場所はオーナー様のセンス次第です。ぜひ愛車のカスタムにご利用いただければと思います。はい、今回紹介しましたこちらの商品は当店のホームページオンラインストアから購入が可能になっています。商品ページの URL はこの動画の説明文概要欄に記載してありますので、ぜひオンラインストアをチェックしてください。通信販売でご購入いただきまして、動画を参考に DIY でも手軽に張り込みができる商品となっておりますが、どうしても張り方に自信がないな、心配だな、そういう方いらっしゃると思います。ご来店が可能であれば、もちろん当店での作業も受けたまっております。その場合でも同じように商品ページからご購入いただきまして、配送の選択というところで店舗取り付け商品をご選択ください。そうしますとこちらから工賃を含めた合計金額のご案内をメールで送らせていただいております。はい、当店は長野県松本市に所在しております。最寄りの塩尻北インターから当店までの道のりをホームページに動画で掲載しておりますので、ご来店の際の参考にしてください。今後もこういった車種別専用商品、そしてスペーシアカスタム専用商品もこの後発売しましたらば随時アクアチャンネルで紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それではこの後張り方の解説をご覧ください。ドアパネル傷防止シートの張り方になります。右と左専用ですので必ず仮合わせを行って形状を確認してください。張り込みする位置ですが、スピーカーグリルのこの下側、そしてドアポケットのここの全体の縁、この部分に合わせます。こういったイメージになります。したがって例えばドアポケットの一番こちら側の縁に貼ってしまったりですとか、スピーカーグリルの下はこのネットの部分の縁ではなくて、その下にあるこのプレスラインですね、この部分の縁です。ですからグリルにぴったり合わせる貼り方ではない状態になります。2分割で作っているのはこの面とこの面で分割して作っているためになります。貼る順番があります。見た目を良くするために一番下のこの部分、こちらを最初に貼ってください。そしてシート同士はこのラインで重なります。ですから下側を最初に貼ると、この下に上からこの大きなシートが重なるようになりますので、重なり目が見えにくくなります。このように貼り込みしてください。もし位置決めがしにくい場合は上側を先に貼ります。その後で空いているところを重ねながらこの下側を貼る、このやり方でもいいですが、下側の切り口が表に見えるようになります。
ですので下側を最初にこの表面に貼り込みして、その後この上側を貼ってください。そうするとこちら側のラインで重なるようになります。そうして最初にこの下側を貼り込みした状態がこちらになります。位置のバランスを見るのはこのラインになります。このラインから下側には巻き込むようにならない状態です。この表面になります。さらにこの部分もこちらの面にオーバーしない位置です。このライン以外のこちら側のラインはこの後大きなシートが重なりますので、位置を確認する部分はこのラインにしてください。次に大きなシートをまずはバランスを取るために置いた状態です。ですからこういったようにフリーになっていますが、必ずこのように今こちらの角から合わせてきていますが、ここはプレスラインがここにあります。さらに先ほどのようにこのラインがありますね。こちらの側面ではなくこちらの表面です。その位置に軽くシートを乗せて、上側のラインをドアポケットのこの内側ではなくて外側のこのラインに合わせてシートの縁を合わせて置いてきます。あとはこちらですね、スピーカーグリルのネットの縁ではなく一段盛り上がった部分のこちらのプレスラインの位置ですから、このスピーカーグリルの大きな外側のラインですねの下側、ここに合わせています。この状態でまずはシートのバランスを見てください。 NG は置いて面をすべて貼りながら進んでいく貼り方は失敗しますので NG です。これで全体のバランスがいいので、あとは浮いている部分をしっかり、もう形は整ってますのでシワに注意して貼り込むようになります。そうして貼り込みした状態がこのようになります。これが完成状態になります。こういった部分シワが寄りやすくなりますので、全体的にシワが発生するところはヘアドライヤーやヒートガンを使って温めながら貼り込みしてください。反対の助手席側も同じように貼り込みします。ドアステップ傷防止シートの貼り方です。運転席側、助手席側のこちらのステップ部分に貼り込みします。左右は共通になっていますので、どちらを貼り込みしても構いません。おおむねステップパネルのこちらの部分と同じくらいのバランスになるように貼り込みしてください。そのように貼り込みするとこういった状態になります。こちらのバランスを揃えて、この部分は少し隙間を設けてください。最終的には上の面を貼り込みした後に折り倒して側面を貼り込みします。フロントステップパネル傷防止シートの貼り方になります。ステップパネルはこのように車体から取り外して貼り込みしてください。外し方はキックパネル傷防止シートの貼り方を参考にしてください。シートは片側で2点に分かれています。こちら助手席側のパネルになりますので、商品のタグの末尾 FL のものを助手席側に貼り込みします。 FR は運転席です。貼り込みするシートの位置は、一つはこの部分ですね、こういった状態になります。そしてこのように折り込みます。そうしますと今度はもう一つのこちらのシートはこの面になります。ここは谷を折ってこちらの面にも貼り込みできるように、この部分がそういった形状になっています。ではしっかり脱脂を行いましたらば貼り込みしていきます。はい、ではまず貼る順番があります。こちら側のシートを先にこの部分に貼り込みしていきます。位置合わせですが、シートのこの切り込みが入った端の部分ですね、この部分、この形状がこの部分になりますので、まず角を合わせてください。同じように反対側の端も見ます。こちらは少し幅が広くなっている方になります。この角としっかりこの下側の縁を合わせてください。この状態になると、あとは谷に向かってシートを落とし込んでいくと、これでパネルに追従した形状になってきます。次にこの谷の部分にしっかりシートを密着させていきますので、この状態で押してしまうと、浮いている状態からシートを突っ張らせて張り込みすることになります。そうすると後で浮いてきてしまいますので、こちらの谷をしっかり貼るには、一旦1ギメで貼り込みしたこの両サイドを浮かせて剥がしてですね、フリーにします。フリーにするとこの谷の部分、ここがですね、このように見えてきます。ですから最初に貼った方の面はしっかり面を貼っていますが、パネルのこちらの側面部分にはシートをくっつけない状態にします。その上でヘラなどを使って
この谷にしっかりシートを圧着させてください。そうするとこの谷の部分がきれいに密着した状態で張り込みができます。ここが張れればあとはこの側面部分また同じように端も含めてですねこのように張り込みします。はい、では次のシートを張り込みします。次のシートを張り込みするとこの部分に重なりますので全体を温めてしっかり圧着させて仕上げておきます。はい、では次にこちらのシートを張り込みしていきます。位置合わせはどちらの端でもいいんですがこの角を合わせていきます。そしてこちら側の縁を合わせていきます。そしてこの形状この部分も縁を合わせてまだこちら側はフリーの状態です。そのままこちら側に来ます。で今度はこの部分の縁を合わせていきます。まだここはくっつけていません。これで今縁をこのように合わせてきましたので横のラインのもうバランスは決まりました。ここからここまで決まりました。ですのでこの端の長さも決まっていますので全体のバランスはあとはこちら側に向かって張り込みすればきれいに張れる状態になります。ですから最初に張りながら面を張りながら進むと必ず失敗しますのでこのように張り込みしてください。あとは先ほどと同じように表面をまんべんなく全面を温めて全面をしっかり圧着させて仕上げていきます。フロントステップパネル傷防止とはこのように張り込みしてください。反対側の運転席も同じように張り込みします。リアステップパネル傷防止シートの貼り方になります。こちら左右で1台分ですが片側3点のシート4つのパーツになっています。貼り込みする部分はこちらのリアのステップパネルになりますが1枚はこの部分もう1枚がこちらそしてもう1枚がこの部分と分割しています。運転席側で貼り方を紹介しますので全て商品のタグアルファベット末尾が RR になっているものを揃えてください。 RL は反対の助手席側になります。貼り込みする順番が決まっているのはまずこちらの大きなシートこれが1番目そして2番3番と貼り込みします。1番目のシートにこういった状態でついているものは順番はありません。では実際に貼り込みしていきます。まずはこの部分を貼り込みしていきます。しっかり脱脂しましたらば位置を合わせるのはこの形状です。パネルがこういった形状になっていますのでこのように縁を合わせます。もう一箇所はこの部分の縁をこういった状態で合わせてください。この時シートはこのようにピンと張った状態になります。たるまないように注意してください。これで全体のバランスが決まりますのであとはしっかり面で張り込みしていきます。ここにリブがありますがこういったように指を使ってリブを鳴らしていくとこの状態に張り込みはできます。ただ最終的にはこの部分は浮いてきますので自然にこういった状態で張り込みしてください。あと若干このウェザーストリップモールに乗り上げる場合がありますのでこういったようにめくって内側に折り込みます。はい、これでまずこちら側のシートが張り込みできました。でこちらの面が張り込みできましたらば今度はこの部分を張り込みしてしまいます。これはこの部分に張り込みするパーツになります。でパネルの切れ目それからウェザーストリップモールこのゴムモールの切れ目境ですねそこにこの角から合わせます。縁をこのラインに合わせてあとはしっかり張り込みしていきます。はい、では次にこちらの側面を張り込みします。位置はこの形状を縁に合わせてください。あとはこの部分の縁を合わせていきます。そうすると最初に貼ったシートに今のシートはこの部分で重なります。クリップの部分の形状も合っていることが確認できましたらばここからしっかり貼り込みしていきます。
じゃあ最後にこの部分を貼り込みします。こちらはこの端、この縁をパネルの縁に合わせてください。この形状にカットされています。あとはしっかり面を貼り込みして、この前に貼ったシートに重ねていきます。これでリアステップパネル傷干しシートの貼り込みが完了になります。助手席側も同じように貼り込みしてください。キックパネル傷干しシートの貼り方になりますが、こちらはパネルを取り外して手元に持ってきて貼り込みをします。キックパネルの取り外し方は、先にこちらのステップパネルを外します。続いてキックパネルは奥側でクリップで止まっていますので、内張り外しなどを使ってこちらのクリップを取り外してください。あとはキックパネルを手前側に引きながらスライドさせて、このように取り外します。パネルを取り外してきましたらば、張り込みをしていきますが、運転席側で説明します。まず運転席側に張り込みするシートには、アルファベットの末尾 R となったタグがついています。それが3つあります。反対側の助手席側は末尾が L となったものが3つになっていますので、まずはその振り分けをしてください。そうしますと、この3点のシートになりますが、こちらのシートはキックパネルのこの部分、そしてこちらのシートはこの部分、ここは折り込んでこういった状態で張り込みします。そしてもう一つのシートがこちらの側面部分になります。こういった状態で張り込みしていきます。張り込みする順番は、一番最初こちらを張り込みしてください。次にこちらの側面部分を張り込みします。そして最後にこの部分を張り込みします。この順番で張り込みしていきます。ではしっかり脱脂を行いましたらば、こちら側から張り込みしていきます。助手席側も同じパーツ構成になっていますので、張り込みする順番は一緒です。それから張り込みする張り方も一緒になりますので、参考にしてください。運転席側の場合には、こういった角になる部分やこのラインを合わせていきます。角を合わせて縁を合わせていきました。これで全体のバランスが整いますので、まずはこの部分の面を貼っていきます。こういったスキージーをご準備いただくと、広い面積が貼りやすくなります。手のひらでも十分貼り込みができます。はい、まずこちらのシートが貼り込みできました。最終的にこの部分が重なる部分になりますので、先にこの部分だけ温めてしっかり圧着しておいてください。温めて貼ると、こういったように樹脂パネルの脂肪がしっかり表面に浮き出ます。この状態になってないと剥がれますので、グロスブラックカーボンシートの場合にはしっかり圧着してください。はい、では次にこちらの側面を貼り込みします。一応この角を合わせます。あとはパネルの縁にシートの縁を合わせていきます。この時ですね、この外側の縁に合わせますが、ぴったりよりも若干1ミリないし 0.5 ミリほど内側にずらした状態にしておくと剥がれにくくなります。要するに縁から飛び出さない状態にしておけば剥がれにくくなります。それから最終的にまたこの部分で重なりますので、重なり代を十分に設けることができます。極端に隙間を空けなければ、若干の隙間を空けておいた方がベストな状態になります。はい、ではこちらも同じように全体的にもう温めて圧着しておきます。これで側面部分2箇所貼り込みできましたので、あとは正面部分を貼り込みしていきます。こちらのシートは運転席のみになりますが、この部分折り込んで貼り込みしますので、先にこの部分でバランスを見ておきます。その上でまだしっかり貼っていません。こちらを倒してこの上の部分のバランスを見ます。ぴったり合っているかどうか確認してください。合ってない場合にはこの部分で微妙な調整が必要となります。では一度折り込んだ部分を剥がして、こちらの縁2番目に貼った方のシートに
若干重ねるようにして張り込みしていきます。そうしますとこのカーブの部分は必ずシワになります。このまま置いていくとこの部分が若干足りない状態になっていますので、このシワを解消させるとぴったりくるように作っています。ですのでシワになる部分を見つけましたらば、そのシワをシワになっている部分で伸ばして張り込みします。これでぴったり収まります。ここのシワも解消されています。あとはシワに注意してこちらの面を仕上げていきます。ここまで来ましたらば、最後この部分を折り返していきますが、このようにカーブになっているところで向こう側に倒しますので、ここが突っ張ります。ですのでドライヤーやヒートガンなどを使って温めて張り込みしますが、突っ張っているこの部分を温めて貼ると同じように熱が加わった時戻ろうとします。そうすると剥がれやすくなりますので、温める部分はここではなくてこの両サイドの部分、この2箇所を温めてください。指で覆って温めます。そうするとこの部分にはテンションがかからない状態で、こちら側とこちら側がテンションがかかった状態になります。そうすると浮きにくくなりますので、このように張り込みしてください。すべてのパーツが張り込みできましたらば、あとは今張り込みした表面すべてまんべんなくこのように温めてしっかり圧着して仕上げてください。キックパネル傷防止シートの貼り方はこのようになります。シートベルトバックル傷防止シートの貼り方になります。商品は左右専用になっていますので、必ずタグを確認してください。こちら助手席側ですので、アルファベット末尾が L になっているものを貼り込みします。 R は運転席側です。では貼り込みに際して、まずシートバックを倒してください。それからシートベルト、この部分にあると貼り込みしにくいので、ヘッドレストに引っ掛けるようにしてこの部分をフリーにしてください。二分割で作っていますが、一つはこの大きな方はこの黒いパネルに貼り込みしますが、上側の小さな方のパーツはこの部分に貼り込みするようになります。ではまず上側の小さい方のパーツを貼り込みしていきます。ベルトをこの位置にしておきますが、貼り込みするイメージはこういった状態になります。したがってこのベルトをこのようにフリーにした状態にして、この部分に貼り込みします。位置を合わせるのはこの形状を合わせてください。そしてパネルのこちらの上側のベージュのパネルの下のライン、ここに合わせます。この状態でこちら側を貼り込みします。この後ですね、ここが谷になっています。めくると分かりますが、この部分が谷です。ですからこちら側を張り込みする前に、この谷に向かって側面部分をしっかり水中させて張り込みしてください。次にこの下側のラインをパネルの下のラインに合わせます。少し中に入り込むような形になります。あとは面で張り込みしていきます。これでここまでこちら側も張り込みできた状態になりますので、では最後この部分のシワを解消しながら張り込みしていきます。これで上側のシートが張り込みできましたので、続いてこちら側を張り込みします。まずこういった状態で張り込みしますが、こちらの面まで回り込むようになりますので、まずこの右上の角をこの黒いパネルですね、黒いパネルの縁に合わせますが、上側の縁を合わせてこちらの縦のラインはちょうどパネルにリブが入っています。プレスラインが入っていますので、その部分にこのラインを合わせてください。ですからパネルに向かって一番外側、車外側のこの R の部分ではなくて、そこより車内に入った部分にプレスラインがあります。そこに角を合わせましたら、今度は上のラインを合わせていきますが、このまま持っていくと突っ張るので、こちら側を最初に貼ったこちら側を少し剥がして
パネルの境にこの部分を合わせてください。ここが少しシートが段差になっている部分です。ここまで貼れましたらば一旦こちら側をこのように貼り込みしておきます。あとは徐々にこちら側に向かって貼り込みしていきます。中央部分より先に貼っていって角に向かってシワを分散させていきます。最後は少しつまんでちょっと引っ張りながら押して貼るとシワが全くなく貼れます。シートベルトバックル傷防止シートはこのようにして貼り込みしてください。ステアリングスイッチシートの貼り方になります。ステアリングスイッチの上に貼り込みしますので右と左このように専用になっています。形状を確認して貼り込みしてください。商品のタグのアルファベット末尾が L は左側助手席、 R は右側運転席となっています。はい、このステアリングスイッチの配置通りにシートも配置されていますので順番に貼り込みしていってください。こういったようにピンセットを使って例えばこのシートを貼り込みしますがこのように取ってこの部分になりますので全体の形状、角とライン、それから表示部分の切り抜き、こういったところを合わせてこのように貼り込みしていきます。同じようにして全て順番に貼っていきます。反対側も同じです。このようにして貼り込みしてください。ステアリングスイッチパネルシートの貼り方になります。こちら今手に持っているのは2点になりますがこれ以外にもう2点、合計4点になっています。まずはこちらのパーツを説明しますがタグがついています。アルファベット最後が R になっているものはこちら右側です。 L は左側になります。これ以外にこの形状のものが2点、こちらもタグがついていますがパーツに対して下側にタグがついている方、これが上側のこのピアノブラックの部分になっているところ、ここに貼り込みするようになります。同じようにこのパーツに対してタグが上についている方はこの下側です。こういったように貼り込みしていきます。では実際に貼り込みします。まず最初に貼り込みするのはこの右と左があるパーツ、これを両方貼り込みしていきます。では運転席側から実際に貼っていきます。位置合わせですがシートのこの部分の形状、これがステアリングスイッチパネルのこの部分に形が合いますのでここで合わせてください。こういった状態になります。あとは縁を乗せていきます。はい、この状態にしておきます。下側も同じですね。この形状がパネルの形状に合うようになっていますので縁を合わせていきます。これでバランスがいいのでしっかり貼り込みしていきます。同じようにしてこちら側も貼り込みしてください。はい、では次にこちらの2点を貼り込みしていきます。まずは上を貼っていきますのでこちらタグが下についている方、こちらを貼っていきます。位置合わせですが最初に貼った方に重なりますのでおおむね3ミリから4ミリほど重ねます。その上でこのラインも合わせてください。あとは横のラインですね、縁をパネルの縁に合わせて貼り込みしていきます。そうすると今度こちらも同じ分量で重なるようになりますのでこういった状態でバランスが決まります。ここで初めて面を貼っていきます。はい、次に同じようにしてこの下側ですね、貼り込みします。ここは イグニッションオンにするとこのようにステアリングが回せますので下側を上に向けて今度はこちらタグが上側についている方、こ
これを張り込みしますが、ステアリングを切っていますので、方向はこういった方向になります。このようにして張り方は、今説明した上側と同じ張り方になります。同じようにして張り込みしてください。ステアリングパネルシートの張り方になります。2点のパーツがありますが、まずこの大きなパーツはこの中、ピアノブラックになっている部分のこの中に張り込みします。こういった状態になります。そしてもう一方の方は、今度はこちらの面ですね。こういった状態で張り込みします。では実際に貼っていきます。まず貼る順番ですが、こちらの幅の太い方、こちらを貼っていきます。位置を合わせるのは、この部分、山になっている部分にシートのこの下側の縁を合わせてください。何度かこの上で正面から見て、形状が合う部分を見出して、このように置きます。あとは奥に向かって中央から張り込みしていくと、この形状ですね。これがパネルの形状になってきます。広がっていた先が狭くなって、今度はこの面に追従していきます。この時に、ここに蛍光灯の光がちょうど当たってラインが見えていると思いますが、要するに山の部分ですね。この山の部分にこの縁が来ているか、これを見ていきます。こうすると縁がこの山の部分に差し掛かっています。同じようにこちら側、自然と置いていくと、こちらもこの山の部分にシートが乗っているような状態になります。このバランスをですね、もう少し足りないようですので少し剥がしますが、このバランスを見て、このように張り込みしてください。こうすると今度はこの内側、映像では見えないんですけれども、この内側ですね、パネル、この奥が樹脂のパネルになっていて、この車ですとここがピアノブラックになっている、この境のラインにぴったり収まるようになります。ここから離れていたり、はみ出しているような場合には、この部分の貼り方を調整してください。あとはこの先端になっていたこの端の部分ですね。ここが、こういったように貼り込みできますので、ヘラを使ってしっかり中へ貼り込みしてください。ここまでできましたらば、次にこちら側を張り込みしていきます。位置を合わせるのは先端をパネルのこちらの先端に合わせてください。そうするとこの部分のカーブ、それからラインが合ってきます。ここからはこの側面のラインに合わせようとするとシートが突っ張ってきますので、今度は先ほどの一番目に貼ったシート、このラインを見て張り込みしてもらいましたが、同じようにこのラインをここに合わせていきます。この時、最初に貼った方に重ねてください。そうすると、ここの形状。それからこちらも同じように、この山の部分、重ねていきます。最終的に、こちらと同じように助手席側のパネルのラインにぴったり収まるようになりますので、これで全体のバランスが決まります。あとはしっかり面で張り込みしていきます。このあたりシワになる場合はドライヤーやヒートガンを使ってなじませてから張り込みしてください。はい、これでこちら側、それからこの部分までしっかり張り込みできた状態になりますので、反対側も同じように貼ってください。パワーウィンドウスイッチシートの貼り方になります。商品は運転席側で2点、助手席側で1点になっています。運転席側で張り込みする部分は、こちらの2枚をこの中に張り込みします。位置合わせはこちらのラインがくぼんでいる部分がありますが、それぞれスイッチのすぐ下のこのくぼみに合わせて張り込みしてください。下側で説明しますと、こういった状態になります。下の縁を合わせて上に向かって張り込みするようになります。反対側の助手席も同じように張り込みしてください。パワーウィンドウスイッチパネルシートの貼り方になります。まずこちらは運転席側になりますが、商品にはタグが付いています。こちらアルファベット R になっているもの。この R になっているもの同士で運転席側になります。
同じように L になっているものはこちらは助手席側になります。では運転席側で貼り方を説明します。まず貼る順番があります。最初にこちらのシートをこの部分に貼り込みします。2番目にこちらの帯状になっているシートをこの側面部分、この部分に貼り込みします。そして最後にこちらの上側になる部分にこの部分を貼り込みします。では実際に貼っていきます。位置を合わせるのはこの角をアームレストとの境のところ、あまり中に入れすぎないようにしてください。この位置に合わせてこのライン、これをパネルの縁に合わせて置きます。次にこのラインを置いていきます。続いてこの部分を、はい、このように置いて今度は下側に向かって張り込みしていきます。これでまずこちら側が張り込みができた状態になります。では続いて側面部分を貼っていきます。側面部分の位置合わせはこのフロント側になる部分です。この形状をパネルの形状に合わせてください。そして下側の縁をパネルの境に合わせていきます。そうすると最初に貼ったシートに若干重なるようになります。これでバランスが決まりましたので面で貼り込みしていきます。これで側面部分が貼れました。では続いてこちら上側を貼り込みしていきます。位置を合わせるのはこの切り抜きですね。各種スイッチの切り抜きの部分をぴったり合わせていきます。これで全体のバランスが整いますので、あとは面で貼り込みしていきます。そうするとこちらも最初に貼った方のシートに重なるようになります。あとはこの部分ですね、シワになりやすいので少しつまんで引く、手前に引く感じですね。そうするとシワが解消されて、はい、このように貼り込みすることができます。パワーウィンドウスイッチパネル、運転席側はこれで貼り込みが完了した状態になります。助手席側も同じ手順で貼り込みします。ドアハンドルシートの貼り方になります。左右専用品になっていますので商品のタグを確認してください。運転席に貼り込みするのは末尾が R になっているものになります。 L は助手席側です。では運転席側で貼り込みします。位置を合わせるのはこちらの角をこの部分に合わせます。この時表面に貼り込みしますので、ハンドルの奥側の縁ではなくてもう一つの山、この角に合わせます。こういった状態ですね。このようにしてバランスを見てください。あとは上のラインをハンドルの縁に合わせて、上のラインを合わせると今度はこの形状の部分が合いますので最後までこのように貼り込みします。これでバランスが決まりましたので、あとはしっかり貼り込みしていってください。このようにして反対の助手席側も同じように貼り込みします。インナードアハンドルカバーシートの貼り方になります。商品は右左専用になっていますので必ずタグを確認してください。アルファベット最後が R になっているものがこちらの運転席側になります。 L は助手席側のドアに貼り込みします。では運転席側を貼り込みしていきます。シートはこのように上下で分割されていますが、どちらを先に貼っても構いません。では上側から先に貼っていきます。シートはこの形状、上側の部分はこの部分に貼り込みします。この丸型の切り抜きはビスが打ってある部分の逃げの部分になりますので、この部分で位置を合わせます。そしてこの下側のライン、ここでパネルが分離していますので、
下側のラインを合わせて、あとは上に向かってしっかり張り込みしていきます。はい、これで上側の張り込みが完了です。続いて下側を張っていきます。下側もこの右上の角をこちらの角に合わせます。助手席の場合は反対になりますので、ドアハンドル側の角、これを合わせてください。最初に貼ったシートと縁の部分が平行になります。あとは最初のシートと一緒ですね、パネルの分離ラインに合わせて縁を合わせていきます。バランスが良ければしっかり面を張り込みして、このようにして張り込みします。助手席側も同じ手順で張り込みしてください。インナードアハンドルベゼルシートの貼り方になります。商品は左右で専用になっています。運転席側に貼り込みするアルファベット末尾が R になっているもの、そして助手席側に貼り込みするアルファベットが L になっているものがあります。それでは運転席側を貼り込みします。位置を合わせる部分はこの部分か、もしくは左上の角、どちらか一方で合わせやすい方で合わせてください。あとはこういった横のラインですとか縦のラインですね、このカーブの形状、シートの外側の縁を合わせていきます。この時あまり強く押し付けずに軽く置いていくようなイメージで貼っていってください。これでツイッターのグリルの周りがぴったり合っています。じゃあ続いてこちら側に張り込みしていきます。でこれでこの部分もぴったり収まっています。はい、これで全ての外側の縁、それから最初のツイッターグリルの周り、そしてインナードアハンドル部分のこちらの開口部の切り抜き、ここが全てバランスが合っていますので、しっかり張り込みしていきます。最初からしっかり張りながら進んでしまうと失敗しますので、このように張り込みしてください。このようにして助手席側も同じ手順で張り込みしてください。インナードアグリップシートの貼り方になります。商品は右を左を専用になっています。運転席側に貼り込みするのは商品のタグのアルファベット末尾 R になっているものになります。そして L は長くなっていて、こちらが助手席側です。貼り込みする部分はこの部分になります。それでは運転席側を貼り込みします。まず分割しているシートのうち、こちらの丸い切り抜きがある部分、下側のシートですね、こちらを先に張り込みします。これはこの底面になりますので、このまま下に丸の形状を合わせて上にシートを置いて、バランスが良ければ張り込みします。次にこちらのシートですが、これはこちらの側面になります。シートの上側のラインをパネルのこの部分の R、 この角の R ですね、その頂点に合わせます。そしてこのまま下側に向かって張り込みしていきます。このようにして助手席側も同じように張り込みしてください。インテリアパネルシートの貼り方になります。商品はこのように分割されています。右と左専用になっていますので、アルファベットと数字のタグが並んでいるところ、末尾が R になっているものを運転席側に張り込みしてください。 L は助手席側です。ですから最初に R と L をきちんと振り分けてから張り込みを進めてください。ではこの分割のうち最初に貼る方が、この帯状になった2点のシートになります。これを貼り込みするのはこの縁の部分です。最初にこちらのシートを
パネルの縁のこの上側に貼り込みします。その後にこのシートがこの部分に貼り込みされます。では実際に貼っていきます。位置を合わせるのはこの形状の部分、運転席側ですから向かって左側になりますが、助手席側は向かって右側になります。この形状をパネルの縁のこの部分に合わせますが、この状態にします。パネルのこの形状の立ち上がり付近で位置が合うような部分に起点にしてください。ここから今度はパネルの横のライン、ここを縁を合わせていきます。なるべくこのパネルの色が隠れるように貼り込みします。かつこちら側に乗っからないようにですね、貼っていってください。そうすると少し表側に折れて貼り込みされます。はい、では続いてこちら側のシートを最初に貼った方のシートにこの両端がつながるように貼り込みしていきます。こちらのシートの位置合わせは同じです。スタート位置はこちらに貼った方のシートと同じ位置で、おおむね5ミリほど重なりますが、このラウンドの形状ですね、この形状をパネルの縁の形状に合わせてください。はい、そうするとこういった状態になります。今言った形状はこちら側のパネルの形状に縁が合うようになりますので、ここをスタートとして、あとは同じようにシートの縁をパネルの縁に合わせて貼り込みしていきます。そうすると2つ目のポイント、このカーブが無理なく合う状態、自然な状態でしっかり合うようになります。次のポイントがこちらです。シートは自然に置くとこういった形状になっていますが、ここが無理なくパネルの縁に合うようになります。はい、そうすると最初に貼った方のシートにこちら側も重なります。あとは今この縁を置いていったのでバランスが整いましたので、今度は初めてここでしっかり貼り込みしていきます。この部分は少しシワが寄りやすくなりますので、ヒートガンやドライヤーを使って温めながら貼り込みしてください。はい、これで縁の部分が貼り込みできました。では続いてこちら側のシートになりますが、こちらも大きなものと細長いもの2点になっています。次に貼り込みするのはこの細長いシートを貼り込みしていきます。位置を合わせるのはドアの前方側、進行方向側の幅の狭い方をこの部分に合わせてください。ここが起点となります。あとは上から見下ろしてパネルの色が隠れるところ、ここにシートを置いていきます。そうするとこの形状がパネルのこの形状にこういったように合うようになりますので、ここで軽く置きます。そうしましたらはこの部分位置がバランスがいいので貼り込みしておきます。そしてこの部分をパネルに合わせて貼り込みしていくと、今度はこの縁を合わせていけるようになります。少しシワが寄りますので、シワに注意しながら貼り込みしてください。シートの縁がこのピアノブラックのパネルよりも向こうに行くようにすると、下のパネルの色が隠れますので綺麗に貼り込みできます。そうするとこの位置もぴったり収まるようになります。これでこちら側のバランスも整いましたので、しっかり貼り込みしていきます。隙間にはこういったヘラを使って丁寧にシワに注意して押し込んで貼り込みしてください。はい、これでこの上側のシートも貼り込みできましたので、続いてこちらの
大きなシートを張り込みしていきます。このシートはここでシートが切れていますので、こちら側からではなくて必ずつながっているこちら側の方向から剥がしてください。あとは最後切り離れるとシート同士粘着同士がつかないように注意していただいて、最初に軽く乗せてしまいます。位置を合わせるのがこちら側になりますので、このような状態で押さえておいて、こちらから張り込みしていきます。こういった形状になっていますので、この形状、パネルのこの形状になっています。このままこちらがですね、運転席側ですとアームレスト側にスライドさせていくと、上のラインと下のラインがピタッと合う部分がありますので、ここで位置を合わせます。あとはこの縦のラインを合わせていくと、この形状ピタッと合う位置ですね、角がきちんとパネルに合っています。そして最初に貼った方のシートと重なるようになります。このようにシートを置いてください。では続いて下側を合わせていきます。下の縁をパネルの境目に合わせていくと、今度はこの形状ですね、この形状がこのように合うようになっています。パワーウィンドウスイッチ側も下のラインを合わせていきます。この時ですね、今のように隙間のバランスを見て置いていってください。このままこのようにして置いていくと、隙間がだんだん空いていくような場合もありますので、時折戻りながらしっかり確認をして、隙間がないことを確認をして前に向かって張り込みしていきます。そうするとパネルのこの位置でしっかり形状が合っています。もし足りない場合はですね、このように隙間が空く場合にはまだ全部貼ってませんので、この部分だけ置いていっている状態になっていますので、このように剥がし戻って少しテンションをかけるなどをして調整して張り込みしてください。ではそのまま今度はこちらのラインを合わせていきます。ここが少し突っ張りますので、シートのバランスを見ながらそのままにしておくと、こういったようにだんだん隙間が空いてくるようになりますので、ここはある程度シワを取るイメージで少し引っ張りながら置く、つまんでちょっとこちら側ですね、今引っ張っているのはテンションをかけてこの縁をたどっていってください。で上までこのように張り込みしていきます。まだこの縁だけですね、張り込みしていっている状態です。で次に今度はこちら側です。ここはシートのたるみがない状態にして、この R を見てください。この R がきちんとパネルの形状に今このように合っています。こちらのシートのたるみもない状態になってますね。この状態がベストですので、このまま横に向かってこのラインを合わせていきます。最初に貼ったシートに重ねる、こういった状態で置いていきます。そうするとこちらの縁もこのようにぴったり合う状態になります。まだ下側はしっかり貼ってませんので、この位置の確認ができたら少し剥がしておいてください。はい、ではここまで来るともう全体のバランスが決まりましたので、あとは丁寧に貼り込みしていきます。この部分は最後に貼っていきます。シワになるような場合には一旦、まだ軽く貼ってるだけですので、このように戻ってシワを解消してからまた元に戻す、こういった貼り方で綺麗に貼ることができます。今このようにシワになってしまってますが、これは一旦少しシワのところまで剥がし戻って、もう一度しっかり指で鳴らしてあげるとシワは解消できます。でエアー溜まりもなく張り込みできている状態です。でこちら側しっかり張り込みしましたので、今度は重ねてこちらもしっかり貼っていきます。こういったシワも出てしまったら少し戻して軽く撫でると取れます。
どうしてもシワが取れない時には温めて仕上げていきます。ドアインテリアパネルシートはこのようにして張り込みします。助手席側も同じ手順で張り込みしてください。インナードアミラーパネルシートの張り方になります。商品は左右で専用になっていますので、商品のタグを必ず確認してください。タグの末尾のアルファベット R になっているものが運転席側用です。 L は助手席側用になります。では運転席側で張り込みします。位置を合わせるのは上側のこの形状の部分、これをパネルのこの部分に合わせます。次に縦のラインをパネルのこちらの縁に合わせていきます。はい、これでバランスが整いますので、あとはこちら側に向かって倒しながら張り込みしていきます。はい、このようにして助手席側も同じ手順で張り込みします。エアコンダクトパネルシートの貼り方になります。2点ありますが、右用そして左用専用になっていますので、このタグを確認してください。アルファベット最後が R になっているものが運転席、そして L になっているものがこちら助手席側になります。貼り込みする部分はエアコンダクトのこのパネル部分です。自身になっている部分ですが、この形状に例えばこういったダイヤルの部分は、ここが切り抜きですね、こういったようになっていますので、この切り抜きの部分と外側のラインを合わせながら張り込みしていきます。では実際に貼っていきます。細い部分があるので、剥離紙から剥がす際は注意してください。ここで伸びてしまいますので、細い部分を通り越した部分をつまんで、それぞれ伸びないように慎重に剥がします。位置を合わせるのはこの切り抜きの形状を合わせて張り込みします。合わせやすいようにピンセットを使って合わせてください。まあ、軽く置きましたが、この表示部分の逃げの切り抜き2箇所、それからこのダイヤルの部分の切り込み、ここを合わせたようになります。ここでバランスが整いますので、次に横方向にこの縁を合わせていきます。ここもピンセットを使うと合わせやすくなります。上側の縁をパネルの境に合わせてください。今のようにつばんで、例えばここにシワがまだたるみが発生している場合には、もう一度剥がして上側方向に、この部分にたるみが発生している場合には横方向にと何度か位置を変えて調整しながらシートを置きます。この部分で今たるみが出ますので、一旦角を置いた部分を剥がしてたるみを取ってまた置く、何度か繰り返すとこのようにきれいにシートが置けますので、この状態で初めてしっかり張り込んでいきます。はい、このようにして張り込みしてください。反対側の運転席側も同じように張り込みします。エアコンダクトパネルガーニッシュの張り方になります。右用左用専用になっていますので、商品のタグを必ず確認してください。アルファベット R になっているものが運転席側になります。こちらは助手席です。張り込みする位置は運転席側で説明しますが、エアコンダクトのこの周りのガーニッシュ部分になります。この車両でいくとピアノブラックになっている部分ですね。そしてこういった形状でかなり違う形状になっていますが、一番外側のこの形状は張り込みするとこういったようにここを回し込むように張り込みできるものになります。同じようにこちらは今度は内側です。そしてこのパーツは最後エアコンダクトのこの部分になります。こういった状態になります。では一つずつ順番に解説します。
まずはこの部分を1番目に張り込みします。今上側から剥がして上を持ってましたので、これがこの部分になります。上下逆になると合わなくなるので注意してください。位置を合わせるのはこの形状を、このパネルの形状に合わせていきます。でここを起点に合わせましたらば、次にシートの上側の縁をこの境目ここに合わせていきます。この部分はシートを潜り込ませて同じように縁を合わせていきます。シワに注意してください。このようにシワがない状態に貼り込みします。ここでどうしてもシワが発生する場合には、この間隔で、ですのでこの辺りをつまんで少し引っ張って貼り込みすると、このようにシワにならずに貼り込みできます。この端を持って引っ張らないようにしてください。ここ全体が伸びてしまいますので、この部分を伸ばすイメージですね。根元を持って引っ張る。そうするとこのように貼り込みできます。あとはまた今度はテンションをかけずに下側の縁を合わせていきます。下側のラインを貼り込みできましたら、これで全体のバランスが整いますので、あとは全体に面で貼り込みをしていきます。はい、次2番目に貼り込みするシートは、今度はこの細いこの形状のものになります。これが今度はこのパネルの内側の側面です。この部分に貼っていきます。位置を合わせるのはこの端になります。この端をパネルの端、かつこの車両でいうピアノブラックと下のダクトのパネルの樹脂の境の部分ですね。ですからこのピアノブラックになっているパネルの部分に縁を合わせて貼っていきます。伸びやすいので注意してください。こちらも位置が決まれば全体的に圧着して張り込みしていきます。はい、では最後この部分を、今こちらに隙間ができている状態になりますが、そこを埋めるように正面にこちらを張り込んでいきます。同じように位置はこの部分で合わせます。今度は最初に貼った方と2番目に貼った方に重ねるように貼り込みしていきます。ここで隙間ができないように貼り込みしてください。これも幅が狭くて伸びやすいので注意して貼り込みしていきます。あとは縁も含めて最終的にしっかり貼り込みして、これでエアコンダクト、パネルガーニッシュシート、運転席側の張り込みが完了した状態になります。助手席側も同じように張り込みできますので、1番目、2番目、3番目と張り込みしてください。ではメーターパネルシートの貼り方になります。こういった状態で分割していますが、こちらのシートはこの側面部分に張り込むものになります。大きなシートが並んでいるものは1つ、この部分はメーターパネルの上、その手前にあるこのシートはこの側面部分になります。そしてこの部分はこのメーターパネルの外周になります。では順番に貼っていきますが、まずは3つ入っているシートのうちのこの部分、こちらを最初に貼り込みします。位置を合わせるのはシートの左側、この部分です。これをメーターパネルとディスプレイオーディオパネルの境に合わせてください。次に手前の縁をメーターパネルの境に合わせていきます。ここはパネルが分離するようになりますので、
その分離するラインに合わせていきます。そうするとこういった状態になります。これでバランスが決まりますので、あとは面で貼り込みしていきます。次に貼り込みするのはこの側面部分になりますので、今度は先ほどのシートではなくこちらです。1点になっている方、こちらをここに貼り込みしていきます。で、位置はこの部分で合わせます。ちょうどパネルの形状がこういった形状になっていますので、バランスを見ながらこういったように合わせて貼り込みしてください。そうすると必然的にシートもこのように置くと、この部分もしっかり合うようになります。まずこの部分の面をしっかり貼り込みしてしまってください。次にこの上側になりますが、この縁のラインをしっかり見ながらシワに注意して貼り込みしていきます。はい、ここまでしっかり貼り込みして、さらに今度はこの内側に倒し込んで貼り込みします。はい、そうするとこの部分は先ほどの最初のシートに重なっています。あとはヘラを使ってこの角をしっかり貼り込みしておいてください。はい、では次に今度はこちらのシートをメーターパネルの上側に貼り込みしていきます。はい、こちらのシートは軽く滑り込ませて全体的にパネルの形状に合わせてください。奥は向こう側に付き合わせるようになります。そうするとこのラインですね、まず見ます。ディスプレイオーディオパネル側のラインに合っていますので、これで軽く置きます。シートにたるみがないように見て、これでしっかり面で貼り込みしていきます。エアだまりがないように注意してしっかり面で貼り付けてください。はい、では最後こちら帯状のシートになりますが、これをメーターパネルのこの縁に貼り込みしていきます。端を起点に合わせていきますが、どちらでも構いません。今回こちらで合わせていきます。この端側ですね、細くなりますが、ここにこういった小さいですが切り欠きになっている形状になります。1段下がっているのがお分かりかと思いますが、この部分をこちらのパネルのここからリブが始まりますが、その起点のところここに合わせます。こういった状態です。こうするとぴったりこの縁に合って、さらにシートの縁は1段下がった部分、ここは段差になっているので段差を乗り越えないで貼り込みできるようになります。この状態です。このようにシートを置いてください。あとはこちらの境のラインに縁を合わせて貼り込みしていきます。こちら側もですね、先ほど1番目に貼ったところと同じ位置で貼り込みができることを確認できましたらば、あとは全体的にしっかり貼り込みしていきます。特にこの部分とこちら側のこのカーブはシワが発生しますので、ヒートガンやドライヤーを使ってなじませながら貼り込みしていきます。最後この部分、こちらは先端をつまんで浮かせた状態で少し若干引き気味で押しながら貼り込みするとシワができにくくなりますので、このように貼り込みしてください。はい、こちらの端、ここもですね、今説明した部分と一緒です。端をつまんで少し引っ張りながらこのようにして貼り込みします。ディスプレイオーディオパネルシートの貼り方になります。商品はこの正面に貼り込みするこちらのシートと、それから帯状のこういった長いシートで2点になっています。最初にこちら側を貼り込みしていきます。
まずこのタグがついている側、こちらがメーターパネルとの境のこの部分になりますので、ここから位置を合わせて貼っていきます。隔離紙を少しめくりましたらば、まずはこの形状を境に合わせてください。そして縦のラインをこの縁に合わせていきます。ここが起点となって、あとは徐々に貼っていきますが、帯状になっていますので、あまり強く引っ張らないように注意してください。若干シワになりますが、一旦このままシートを置いていきます。下側も縁を合わせていきます。見えにくいので慎重に合わせてください。最後まで貼れましたらば、あとは面で貼り込みをしていきます。このように角に特にシワが発生しやすいので、なるべく分散させて張り込みしていきます。しっかり張り込みできましたらば、次にこちら正面部分を貼っていきます。粘着面同士がくっつかないように注意してください。位置を合わせるのは、このビューボタンですとかハザードスイッチの部分の切り抜き、この枠の部分を合わせます。軽く置きながらバランスを見ていってください。この部分をまずは合わせた状態になります。あとは縦と横のラインの縁ですね、そこを合わせていきます。エアコンダクト、センターのエアコンダクトのこの縁もバランスを見てください。このようにシワがない状態ですね、たるみ、シワがない状態にまずシートを置きます。こちら側、左側に向かっても同じように内側の縁、ここでラインと角のバランスを見ます。続いて縦のライン、そしてこの角、この角でぴったり合っていると、この部分もたるみがない状態で自然に貼ることができます。これで全体のバランスが決まりましたので、あとはしっかり貼っていきます。そうすると最初に貼った方に重なります。はい、これでディスプレイオーディオパネルシート貼り込みが完了になります。このように貼り込みしてください。エアコンパネルシートの貼り方になります。貼り込みするのはエアコンパネル部分ですね、こういった状態になります。したがってこの配置にシートも並んでいますので、基本的には順番に一つずつスイッチの上に貼り込みするようになります。注意点としましては、この部分のパーツ、ちょうどここに細い矢印のような形状のものがありますが、ここに載っているシートは一番最後に貼り込みしますので、それ以外の部分は重なる順番等はありませんので、どの部分から貼っても大丈夫です。では実際に貼り込みします。まずはスイッチの部分を順番に貼り込みしていきます。ピンセットを使うと貼りやすくなりますので、ピンセットを使って貼り込みしてください。例えば温度調整のこの部分を貼り込みしますが、この表示部分、三角の部分と、それからこの突起の部分ですね、ここを切り抜いてありますので、こういったところを見ながら位置を合わせていきます。基本的にはスイッチのラインに合わせますが、この状態で今すべて切り抜き部分も合っていますね。これが確認できましたらば貼り込みします。こういったようにすべて一つずつ間違わないように貼り込みしていってください。スイッチ部分を順番に貼り込みした状態になります。こういった状態で
張り込みしてください。表示部分、それからこの部分ですね、細い部分もありますので、こういったところは伸びに注意してください。はい、その細い部分ですね、この後この部分ですね、これをこのシルバーの部分に張り込みしていきます。こちらも伸びに注意して、まずは軽く置いて位置を決めます。左側で位置を合わせていきます。こちらは右と左どちらか合わせやすい方で合わせてください。ここからですね、今右手でつまんで持っていますが、これをピーンと張ってテンションをかけてしまうと伸びますので、伸びないように注意して、あとは縁を合わせて位置を合わせながら張り込みしていきます。はい、こういった状態で張り込みします。では次に、この一番最後にこのシートを残しておきますので、その周りのこちら側を今度はこの部分です、ここに張り込みしていきます。はい、位置合わせはこの内側の縁をパネルのこの切れ目、今ここを合わせましたが、こういったように合わせて貼っていきます。軽く置いて上側のカーブ、ここも合ってますね。同じように今度は横に行きます。ここ分かりやすいですが、ピアノブラックと今張り込みしているところの間に落とし込みの溝があります。ここにはシートは落とし込みませんので、そこに注意しておいてください。このカーブも合っていますね。内側の縁を最後までこのように合わせていきます。あとはここでぴったり形が合っていますので、面で張り込みをしていきます。はい、では最後こちらのシートを貼っていきますが、細い部分がたくさんあります。つながっていない部分もありますので、ここはですね、シートを剥離紙から半分ほどめくって、この状態にして剥がした方をまず位置を合わせていきます。この右上の角、この角を見ながら今一旦置きます。今ですね、この部分を位置合わせをしました。ここにへこみがありますが、その縁にこのコの字の形状ですね、ここを合わせています。同じように下に向かってこの部分ですね、ここを合わせて張り込みしています。そうすると今度はこの先端がこれでここに合っている状態、こちらもこのように合っている状態になります。ここまで来ましたら、今度はこちら側を剥がしますが、こういったように分かれていますので、このまま強引に剥がしてしまうとここで切れてしまいますので、この部分を持ち上げて剥がしておいてください。この状態で剥がしますと指がかからず、こういったように剥がせます。あとは細いので伸ばさないように注意しながら、先ほどと同じように反対側のこの部分を合わせていきます。そうするとこの形状も合っています。細い部分を曲がらないように注意しておきますと、はい、このように形状が合っていますね。ここで初めて面で張り込みします。エアコンパネルシートをこのようにして張り込みしてください。今回紹介しました張り込み方のシートのこの部分ですね、試作品になりますので表示部分隠れていますが、市販品はきちんと形状通り抜けております。シフトパネルシートの貼り方になります。こちらを貼るときには一旦シフトノブを N の位置あたりまで下げてください。この状態にして張り込みをしていきます。シートを剥離紙から完全に剥がして、最初にシフトノブを通します。張り込みする位置の合わせる部分はこの部分になります。この形状にカットしていますので、縁を合わせてバランスを見てください。あとはそれぞれ縦のラインですね、
この部分のラインとこちら側、そして最後にたるまないように注意しながらこのように置いてください。これで全体のバランスがいいのであとはしっかり圧着していきます。はい、最後この縁の部分シワが寄りやすいのでここはヒートガイやドライヤーを使って温めながら仕上げてください。奥の方は指が入りにくいのでこういったスティックヘラなどを使ってしっかり圧着するようにしてください。はい、このようにして張り込みしてください。シフトインジケーターシートの貼り方になります。実際に貼っていきますがシフトノブをこの部分を通すようになりますのでアクリ紙から剥がしましたらばこれ全部剥がしてください。はい、そうするとこのように通すことができます。一旦シフトノブを通しましたら今度はインジケーターの切り抜きの部分シフトロックの部分やインジケーターのこちらの小窓の部分ですね切り抜きを合わせて今度はシフトゲートの大きな開口部分こちらも切り抜きの部分を縁を合わせて貼っていきます。上側を貼るときにはシフトロックボタンを押してこのようにシフトノブを下側に下げると貼りやすくなります。最後この部分ですね互いにシワが寄りやすくなりますのでこの部分をしっかり留めておいて少し角に向かってテンションをかけながら置くとピーンと張った状態で綺麗に貼ることができます。あとはしっかり圧着してください。はい、このようにして貼り込みします。ラッシュインテリアパネルシートの貼り方になります。こちらは運転席側と助手席側がありますが運転席側は商品のタグアルファベット末尾が R になっているこちらのシートを使います。1枚のシートでパーツが分割されています。たくさんパーツがありますのでまずは運転席側を貼り込みして説明していきます。では運転席側はまずこちらのシートを1番目に貼り込みしていきます。はい、このシートはこのパネルの一番奥になりますのでこの下側に貼り込みしていきます。位置合わせはこのシートの縁をパネルの縁に合わせるように貼り込みしてください。まずは一番奥の縁を合わせていきます。この後シワがたくさん発生しやすくなりますのでシワを左右に分散させながら貼っていきます。中央部分より左右端に向かってこのように貼り込みしていってください。おおむねこのような状態まだこちらの縁が浮いていますがここまでシワがなく貼れましたらばこの後はドライヤーやヒートガンを使って温めながら貼り込みします。こちらですねつまみにくいのでこういったピンセットを使ってシワにならないように持ち上げながらこのように貼り込みするとシワがなく貼り込みができます。1番目のシートをこのようにして貼り込みしてください。はい、次に2番目はこの部分のシートをこちらに貼り込みしていきます。1番目に貼ったこのシートに若干重なるようになります。位置を合わせるのは上側のこの縁をパネルの縁に合わせてください。今軽く当てると少し形状が合いませんので縁がパネルに合う位置ここを見出して張り込みしていきます。はい、こうするとこの部分の縁が今パネルに合っている状態になりますのでこれでバランスが整いました。あとはシワに注意して下側に向かって張り込みしていきます。このままですとシートがですねこの中に入りにくいのでこちらの縁をパネルに合わせていきます。こうすることによってこの隙間に入りやすくなります。あとはこういったスティックタイプのヘラ小さなヘラを使って
このパネルの奥に押し込んでください。では次こちら側を処理していきます。ここはシートが突っ張るところになりますので、今のようにヒートガンやドライヤーを使って温めると綺麗にこのように張り込んでいきます。はい、では次にこちらのパーツをこの部分に張り込みしていきます。ここで位置を合わせるのはこの縁になります。この縁はエアコンダクトのパネルを逃げるように作っていますので、こういったように位置を合わせてください。こちらを貼る前に一旦この縁をパネルに合わせていきます。カーブのここまで合わせましたらば、一旦これで面を貼っていきます。シワになりやすいので、シワになる部分は無理をせずヒートガンやドライヤーを使って温めながら、シワを左右に分散させるように貼ってください。今度はこの上の面を貼ってくることによって、こちらの部分が縁に合うようになってきます。ここもピンセットなどを使ってつまみながら浮かせた状態で、少しこのつまんだ方引っ張るとシワが逃げやすくなりますので、あまり強く引っ張らずに軽くつまんで、このように徐々に貼ってください。そうするとシワにならずにこのように貼り込みできます。縁が重なる場合にはこういったヘラなどを使って中に押し込みます。あとはこの部分ですね、ここもシワになりやすいので温めながら張り込みします。シートを温めましたら、この角をつまんで少しテンションをかけて徐々にこのように貼るとシワにならずに張り込みできます。そのまま貼るとシワになりやすいので、つまんで持ってあげて少し引っ張る、そういった貼り方でシワにならないように貼ってください。さあ、では次はこのパーツをこの部分へ張り込みしていきます。位置を合わせるのはこちらの端になりますが、この時あまりシートが下にならないようにしてください。おおむねこの下側のラインの R の頂点、実際に張り込みするとこういった状態です。正面から見た時にこの縁が見えない位置に貼ってください。そうするとこの上側を倒した時に若干向こう側に乗り上げる状態ですね。この後この部分重なりますので、この重なる分量を取って貼り込みします。はい、こういった状態です。はい、そして最後にこの部分を上側の面に貼り込みしていきます。こちらまず位置を合わせるのはこの形状、メーターパネルの上側になりますが、このカーブの形状をこのパネルの形状に合わせてください。こういった状態になります。まずは軽く置きます。その上で今度はこの縁を最初に貼った方のシートに重ねながら、今度はこちらのシートがこの R の部分に差し掛かります。角ですね、角にこういった状態で置いていきます。まずは軽く置いていきます。次にこちらのシート、今度はこの縁を最初に貼った方のシートに重ねながらこのように置いていきます。これで全体のバランスが整いますので、あとは面で貼り込みしていきます。シワになる時にはこういったように一旦持ち上げて、まだしっかり貼ってませんので、このように持ち上げて再度貼り込みするとシワにならずに貼り込みできます。こういったようにまた隣のパネルに重なるような時にはヘラなどを使って押し込んでください。はい、次にこちらですね、こちらもこのまま倒していくとシワになりやすくなりますので、まだ貼らない側、この場合で言いますと右側ですね、左側から徐々にこの浮かせた状態で貼っていってください。そうするとシワが逃げて貼りやすくなります。あとは最後この部分は最初に貼った方と一緒ですね、つまんでこういった状態でパネルの縁に合わせて、あとはヘラを使って圧着していきます。そして最後に一番位置を合わせた部分ですね、この部分を貼り込みすれば
これで運転席側の張り込みが完了した状態になります。はい、では続いてダッシュインテリアパネル助手席側の貼り方になります。シートはこういった状態になっています。タグにはアルファベット末尾が L になっています。たくさんのパーツに分割していますが、順番通りに貼り込みするようになります。では実際に貼っていきます。一番最初に下側となるこの部分のシートを貼っていきます。今シートはこういった状態になっていましたが、貼るのはこの下側になりますので、したがってこのままこういった状態で貼り込みします。位置を合わせるのはこの角が合わせやすいので、この角をパネルのちょうど黒い樹脂と色がついた方の境目、ここに合わせてください。軽く乗せます。次に粘着面が見えている状態でシートの下側の縁をパネルの縁に合わせていってしまいます。こういった状態ですね。これでバランスが整いますので、あとはシワに注意しながら徐々に上側に貼っていってください。中央より左右の端に向かって貼るとシワが発生しにくくなります。そのまま鳴らしていくとシワになりやすいので、時折このシートを持って貼り込みするとシワにならずに貼り込みできます。どうしてもシワになってしまう場合には、一旦シートをリラックスさせるために温めてください。縁はつまんで少しテンションをかけて貼る、この貼り方で貼ってください。はい、では下側が貼れましたので、次にこのパーツを貼り込みしていきます。貼り込みする部分はこの部分になります。位置を合わせるのはこのピアノブラックのパネルになっている部分のこの位置に縁が来る位置、このあたりがおおむね位置を合わせる部分になりますので、あとは縁を置いていった時に今度はこの R のカーブ、最初の立ち上がりの部分、ここが合う位置ですね。これを置いて縁をしっかり貼っていきます。位置が良ければこの後下側に向かってシワに注意して貼り込みします。この間隔しっかり貼ってください。次にこのまま立ち上がりになりますので、ここはシートをつまんでこの縁の形状を合わせていきます。このまま上に向かって縁のみを、はい、置くと必然的にこちら側がパネルの間に入っていきますので、ここからはヘラを使って隙間に押し込んでいきます。はい、次にこの部分、こちらはこのように突っ張る部分になりますので、ここは温めながら貼り込みします。温めましたら若干この部分つまんで少しこちら側に引いてください。引きながら置く、これで貼り込みする、こういった貼り方になります。はい、では次にこちらのパーツ、これをこの部分に貼り込みしていきます。位置合わせは運転席と同じですね。パネルの逃げの切り欠きがありますので、これを形状に合わせます。まずは2点を今のように合わせますと、こういったズレのシワが出ますので、こうなったらば一旦剥がしてもう一度このように貼り込みするとシワは取れますので、こういった形で合わせてください。縁の位置合わせをしていきます。最初にこのように縁を合わせてしまえば並々になったりしませんので、横のラインをきちんと合わせてください。はい、このカーブの部分まで、はい、このようにしっかり縁を合わせます。ここで初めて今度は面を貼っていきます。ここが突っ張るので注意してください。
度はこちらも先ほどの下側と一緒ですね。先をつまんで同じようにパネルに縁を合わせていきます。あとはヘラを使って押し込んで張り込みします。次にこの部分ですね、シワが発生しやすいのでここは温めて最後下側まで張り込みしていきます。このシワはこの状態ですと縦にするとシワに対して横方向になってシワが潰れてしまいますので、シワと同じ方向に貼っていきます。こういった状態です。最後は温めて端をつまんで少しこちら側に引っ張りながら押して貼る、こういった貼り方になります。では次に商品の一番上のこのシートをこの上側に貼り込みしていきます。位置を合わせるのはこの状態ですが、この角シートのこの角をパネルのこの角に合わせます。この時少しパネルが落ちていますので、その分を見込んでおいてください。次にダッシュボードのこの黒いパネルの部分の境目、ここにシートの縁を合わせていきます。この時あまり左手、今このように持ってますが、左手で横方向に引っ張ってしまうと伸びてしまいますので注意してください。はい、これで位置が決まりますので、あとは手前に向かって面で張り込みしていきます。中央から端に向かって張り込みします。ここまで来るとこちら側に今度ラウンドしてくるので、最終的にこの部分がシワになりやすくなります。ここは無理をせず温めて張り込みします。今度は端を処理していきますが、まずこちら側ディスプレイのパネル側に落ち込みますので、ここも温めてある程度指で落とし込みましたらば、最後はヘラを使って撫でます。はい、次はこちら側です。こちらも軽く温めておきましょう。少しつまんでシワに注意して張り込みします。奥を張って、この状態で はい、こういったように押し込んでください。はい、では次に、3点残りがありますが、ここに2つのパーツがありますが、上側のシートはこのダクトのすぐ上のこの面になります。同じようにこの下側のシートはダクトの今度は下側のこちらの面ですね。ここにまずはこの2つを張り込みしていきます。上側から張っていきましょう。ここの位置合わせですが、シートがこのように左側だと左側の下に軽く落ちています。反対側も同じように右側に軽く落ちているんですが、この形状をダクトのこのカーブ、ここに合わせていきます。そうするとこちらの下に内側に折れているこの山があるんですが、その山を乗り越えてこの位置で止まります。これが次に貼るシート、大きなシートがありますが、そこと重なる分量になりますので、この分量が確保されているこの状態で貼り込みしてください。ですから下をあまり奥に入れてしまうとここに隙間が生じてしまいますので、このくらいの分量を、重なる分量ですね、取って貼り込みします。では次に下側、この部分のシートを貼り込みします。こちらも同じです。上で貼った時と同じように、今度は上に肩上がりの状態になりますので、これをこの R に合わせます。上側の縁がピタッと合う位置ですね。横にスライドしながら見て、上で貼った時と同じように最後まで来ましたらば、貼り込みした時に今度は下側に乗り越えてこの位置で終わる位置ですね。
ここが重なる部分になりますので、この状態にしてください。はい、そして最後こちらのシートをこの部分に貼り込みしていきます。このシートを剥がすときにですね、ここに切り込みが入っています。特にこちら2箇所、そのまま急いで剥がしてしまうとこの切り込みを傷めてしまいますので、向かって右側こちら側からまずは剥がして、ここまで来ましたらここを慎重に剥がしてください。こうするとこの切り込み傷めずに剥がすことができます。はい、こちらのシート、まずこの端のラインですね、ここに隙間が生じないようにまずは置きます。この時にこのダクトの部分のバランスも見てください。これで上下の位置も決まります。最初に貼った2本のシートが見えなくなるように貼り込みしますので、ここは慎重に位置合わせをしてください。この状態ですね。まずこの縦のラインは正面から見た時に奥のパネルの色が隠れている状態ですね。それから今度はこの隙間、先ほどの切り込みの部分から覗いた時に最初に貼ったシートの部分が見えてパネルが隠れている状態、これがベストの状態になります。あとは水平を保って今度はこの部分ですね、こちらの2箇所と同じように貼り込みします。パネルが見えないところ、かつシートによれが発生して水平が取れていない状態になっていないこと、綺麗な状態ですね。この状態でそのままこちら側に向かって貼り込みします。で今度はこの部分でパネルが隙間が見えない状態、これでバランスが整いますのでしっかり面で貼っていきます。でこれで上側の縁は最初に貼ったこちらのシートに重なっている状態になります。こちらもですね、この部分のシートに重なっています。でこのダクトの2箇所も最初に貼った2本のシートのここに今の大きなシートが重なっている状態です。そして下側もこちらのシートに重なっている状態になります。はい、そして最後ダクトのこの2箇所の縁の部分、ここはシワになりやすいので温めながら倒し込むようにして貼り込みします。ここはダクト、このダクトですね、これを上下に動かして上側に動かした場合には上側の縁を倒す、そして下側、今浮いてますが下側に動かしてヘラも使いながらこのように倒して貼り込みします。はい、これで貼り込みが完了の状態です。ダッシュインテリアパネルシート、運転席側、助手席側、このようにして貼り込みしてください。ダッシュトレイシートの貼り方になります。シートはこのようになっていますが、まずこの分割の部分で幅が広くなっている方がこちら側に貼り込みするものです。狭い方はこちら側、そしてさらにこのように番号が振ってある部分がありますが、この帯状になっているもの全部で4本ありますが、長い方はこの部分です。1番この溝の中に貼ります。2番はこちら側、同じように幅の狭い方も1番と2番となっています。この帯状のものを先に貼り込みした後にそれぞれ大きなシートを上から重ねるように貼っていきます。では実際に貼っていきます。まずは1番、このシートのここに切り欠きがこのようになっています。この形状のこの落ちている部分の形状に合わせてここでシートを置きます。このまま水平を保って横に貼り込みしていきます。この時にしっかり谷に圧着しながら置いてください。この時の注意点ですが、上もしくは下に行き過ぎないようにしてください。ちょうど下に落ちているこの角がありますが、この角に若干乗っている状態、こちら側に乗っている状態にすると次に大きなシートを貼った時に重なる部分が確保できますので、このように貼ります。同じようにして今度は2番こちらを貼っていきます。こちらも同じです。この形状を合わせます。
谷の部分をしっかり圧着しながら横に貼っていきます。次にこちらも同じように谷の部分を貼っていきますので、今度は短いパーツの上側が1番になりますので、1番をパネルの上側に貼り込みします。この位置合わせは端の縁を合わせる貼り方になります。左右のバランスを見て貼り込みしてください。こちらも谷にしっかり圧着させておきます。同じように2番目になるシート、今度は下側です。この合計4本張り込みできましたらば、一旦ヒートガイやドライヤーなどを使って表面を温めてしっかり圧着してください。では次に大きなシートをそれぞれ張り込みしていきます。まずはこちらの大きい方を貼っていきますが、剥がすときにこちら側は切れていますので右側から剥がしていきます。粘着面同士がくっつかないようにするために軽く乗せておいてください。この状態で全部剥がしてしまいます。では位置を合わせる部分は今度は先ほどと同じ部分になりますが、今度はこういった形状になっていますので、これで下のパネルが隙間が出ない位置、かつこの縦の位置、ここがはみ出したり隙間が開かないように、でこのように置きます。あとは3本になりますので、それぞれ水平を保って横に張り込みしていきます。この時最初に貼った方のシートに縁が重なるようにしてください。はい、これでこの部分ですね、隙間が出ない状態になっていますので、であとはしっかり面で張り込みをしていきます。はい、続いてこちら側です。こちら側はつながっている部分はありませんので、上から順番にこの3つのパーツを張り込みしていきます。こちらも同じように最初に貼った方に重なるようにシートを置いてバランスを見ます。この上側も隙間が開かないようにしてください。2番目が真ん中です。はい、次に3番目です。はい、これでダッシュトレイシートの貼り込みが完了になります。この順番で貼り込みしてください。グローブボックスシートの貼り方になります。グローブボックスのこの上に貼り込みします。この右上にですねパーツがありますが、これはこちらのつまみの部分、この上に貼り込みしますので、ここを先に貼ってしまいます。このつまみの部分に表面に貼り込みしますので、バランスを見てバランスが良ければこのまま貼り込みします。では続いてこの大きなシートを貼っていきます。この大きなシート、この部分でこういったカットになっていますので、上側からではなくて下側からめくっていってください。こちらの右下からいくと、このように傷めることなく剥がしていけます。ある程度剥がしましたらば、粘着面同士がくっつかないようにパネルの上に置いてしまってください。では張り込みします。位置を合わせるのは運転席側になる右側のこの下側の角、これをグローブボックスのパネルの角に合わせます。こういった状態です。で縦のラインで軽く置いて
今度は下側のラインを水平にパネルに合わせてこちら側まで軽く置いておきます。その上で今度はこの部分の開口部ですね、切り抜きの部分、ここはこういったようにバランスよく見えるようになります。この縁に合っている状態ですね。ここまで OK であれば下側から面で張り込みしていきます。はい、ここまで来るとこの部分今フリーになっていますが、これはここ折り返して倒して中に張り込みしてください。あとはシワに注意しながら全体的に仕上げていきます。この上側になる部分ですね、倒し込んで張り込みしますが、シワになりやすいのでヒートガンやドライヤーなどを使って温めながらシワに注意して張り込みしていきます。軽く端をつまんで、角ですね、角をつまんで少し引っ張りながら張り込みするとシワを解消しやすくなります。この部分もシワが寄りやすいので温めながら仕上げてください。グローブボックスシート、これで張り込みが完了になります。センターインストルメントパネル傷防止シートの貼り方になります。商品はこのように3点になっていますが、まずこちらのシートはここにクリップがついていますが、そのクリップの周りに丸い形状になっています。その形状にカットしていますので、これがこの部分になります。こういった状態です。そしてこちらが真ん中のこの部分、ここはシート同士が重なるようになりますが、この部分に張り込みします。そしてもう一つこちらが反対側の助手席側のこの部分になります。では順番に張り込みしていきます。まず最初に運転席側のこちらを張り込みしていきます。位置合わせはこの丸の形状、この部分をまずはバランスを見てください。そうすると必然的にこの外側の縁、このラインが見出せます。同じようにこのまま下に下がっていくとパネルのラインに沿ってこういったように置けますので、今度は全体にこのように置いていきます。最後この部分は折り返すと今度はこの部分の形状に合っていますので、これで全体のバランスが決まりましたので面で張り込みしていきます。最後この部分が突っ張りますので、ヒートガンやドライヤーなどを使ってまずこちらを温めて張り込みしてください。はい、まずはこの状態になります。同じように今度は助手席側を張り込みします。助手席側はこういったシートですね、このシートをこの部分に張り込みしていきます。位置合わせ、まずはこの部分をパネルのこの形状に合わせてください。軽く置いて今度は下のラインを見ます。下のラインがパネルの形状と沿っているとここもぴったり合いますので、これで折り返して倒していくとこの部分も合います。これでバランスが決まりましたので、では全体的に張り込みしていきます。同じようにこの部分が突っ張りますので、ヒートガンやドライヤーを使って温めて張り込みします。はい、このようにしっかり張り込みができましたらば、最後にこちらを正面のこの部分へ張り込みしていきます。こちらはまず左右のバランスを見て、最初に貼った運転席側と助手席側のシートに重なる分量を見てください。そしてこの下側のラインを見ますが、このようにカーブを若干描いていますので、このバランスを左右のカーブのところに合わせます。下側のラインがパネルに収まっているようにシートを置きましたらば、これで全体のバランスがいい状態になります。あとは上に向かって面で張り込みをしていきます。まず中央部分、この範囲を張り込みしてください。そうすると今度はこの部分が浮いてきますので、ここは
ヒートガン、それからドライヤーなどを使って温めながら貼っていきます。はい、これで貼り込みが完了となります。この順番、この貼り方で貼り込みしてください。パーキングスイッチシートの貼り方になります。シートは大きなシートとここに横に細いシートがありますが、これで2分割になっています。では実際に貼り込みしますが、最初にこちらの小さい方をなくさないように貼っていきます。ピンセットなどを使って貼り込みしてください。これはシルバーの部分に貼り込みします。左右どちらでもいいので端を合わせてください。あとはシルバーの表面の部分に貼り込みして、このように折り込んで貼り込みします。次にこちらのシートをこちらの表面に貼っていきます。位置を合わせるのは、このインジケーターの部分、切り抜いてありますので、ここでバランスを見ながら、下の表示部分も見ます。あとは全体の縁もバランスを見て、このようにして貼り込みします。はい、これで貼り込みが完了になります。パーキングスイッチ傷防止シートの貼り方になります。小さいパーツですので、ピンセットを使用して貼り込みしてください。貼り込みする位置を決めるのは、この下側の縁。この縁をこの部分のラインに合わせてください。では実際に貼っていきます。ラインを合わせましたら、スティックヘラなどを使って押さえてピンセットの部分を離します。あとはパネルにしっかりと圧着していってください。はい、このようにして貼り込みします。